はい、こんな感じですね。どー誰だっけ、俺は誰だ、俺は誰だ。ということで僕です。今回ですね、めちゃめちゃ勢いで来てしまったんですよ、ここまで。はい。もうまあ3本目なんですけどね。とにかくですね、寒くなってきたので、煮込み料理が食べたいと。今回はですね、僕のレシピの中でも、かなり人気のあったレシピ、鶏とカブのウーロン茶煮込みっていうのをやってみたいと思います。これがね、ウーロン茶で煮込んだ鶏とカブがまあ、本当にうまいんだよね。本当に。今回はですね、鶏とカブをウーロン茶で煮込もうと思います。リュウジのバズレシピ。今回の煮込みなんですけども、おー、このペティナ切れるな。やっぱそれは煮込むんでね、一口大に切っていく。はい、こんな感じで切ります。本来のあれは 250g なんですけども、今回 300g あるんで 300g で、そして、ここにお塩、まあ、つまんでいきます。そしてね、ここで小麦粉なんですね。小さじ4杯、小さじ1杯と大さじ1杯まぶして、これ煮物なんですけどね、鶏肉に小麦粉をまぶすんですよ。なんでまぶすかっていうと、鶏肉はね、すごくね、つるんとして柔らかくなって喉越しも良くなるんですね。これはね、実はね、伝統的な郷土料理の作り方なんですよ。これ、ね、料理詳しい方は多分わかると思うんですけど、これジブニをウーロン茶とカブで煮込むっていうような作り方なんですね。これはですね、ルーツはジブニです。あえて全体に薄力粉まぶしたところで、ちょっと横に置いときましょう。それでカブですね、まあ、ハモス買ってもいいんですけども、ちょっとこうハモス買っても美味しいんだけどね。この小カブはね、土がついてる場合があるので、よく洗ってください。洗ったカブ、小カブです。で、こいつはね、4等分にする。サクッとやって、でもこれでっかいカブでもね、4等分とか、まあ一口大でいいんですよ。まあちょっとこうでね、皮ね、剥かなくていい。皮煮込めば柔らかいんで。僕、カブはね、結構好きなんですよ。で、煮込むとね、ホロホロになるから、カブって好きなんですけども。はい、こんな感じですね。カブっていうのは基本的に葉もついてくるので、これも使ってあげると、彩りが良くなります。カブも、の葉も煮込むんで、これはね、3等分ぐらい。50グラムぐらいかな。そしたらですね、材料全部ね、ぶち込んでいきます。これ、肉、カブ、20グラムね。はい。意外とね、この現代のね、カブを使う方ってあんまいないんですよ。なんですか、カブね、すごくね、煮込むとめちゃめちゃ美味しいんでね、ぜひね、煮込み使ってください。で、カブの葉ここに乗せます。そしてですね、ウーロン茶 250cc 入れます。そして、めんつゆですね。めんつゆ大さじ4なんで 60cc です。 60cc 入れます。これはね、自分にはね、めんつゆで作るのがね、一番美味しいです。めんつゆはね、だしとか全部入ってるんで、一回沸かしましょう。これがうまいのよ。ウーロン茶とめんつゆの相性は木の葉にて最強なの。で、蓋して20分。この状態、沸いた状態で蓋して20分。そうするとね、もうね、鶏とカブホロホロになりますから、ちょっと弱めの中火で20分煮ていきます。20分弱中火で煮込んだのがこちらです。おっ、いい感じに煮えてるじゃないですか。これ蓋をして煮込んだもん。鶏肉もめちゃめちゃ柔らかそうに煮えてますね。これね、完璧でございます。そうしましたらですね、こちら見て持っていきたいと思います。カブと鶏の煮込みをよそっていきます。いいじゃないですか。ということで、こちらで鶏とカブのウーロン茶煮込み。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。これはね、ハイボールではないよ。菊水酒造さんのやつですね、これね。これは僕は日本酒だと思います。じゃあちょっと用意してね、いただきたいと思います。いただきます。カブと鶏を一緒にこう、じゃあホクホクの鶏とカブを一緒にいただきます。あ、あー、めっちゃ美味しい。でね、このね、カブのさ、でこれ皮剥いてないんですよ、ほろほろでね。このウーロン茶とめんつゆの煮汁がアホだんですよ、これ。これね、めちゃめちゃ簡単だからやってほしいな。葉の部分もすごくね、よく味が染み込んで
本当に美味しい。これ20分しか煮てないんだけど、鶏肉奇跡の柔らかさです。うまこれ。これね、このままでももちろん美味しいんですけどね、アジアンカンフネーションわさびです。これね、ジブニってね、実はねわさびで食べるんですよね、鶏さんにね。ちょいわさび、ホロホロの株と鶏、最高なのよこれ。そしてこのわさびの爽やかさが日本酒に合うねこれね。ということでサービスチャンス、手伝いきますか。いただきます。はい、ちょっと鶏につけて、ね、いただきます。はい、いただきます。味が染みてるね。カブ染みてんのよこれ、20分なのに。鶏ホロホロじゃない？鶏も柔らかい、めっちゃ柔らかいよね。これはね、一押しなの。俺これを皆様にこの美味しさを届けたかった。いや、めちゃくちゃうまいです、めちゃめちゃうまいんですよでこれ煮汁はね、僕はちょうどいい味だと思うんですけど、こういうのが好きな方はもうちょっと煮詰めていただいて、もうちょっと薄い方はまあちょっとウーロン茶足していただいてもいいので、こんなにうまい煮込みはないと思いますよ僕は。なので皆さんで作ってもらえない地味なレシピなんだよ、鶏とカブのウーロン茶煮って。まあ、まあなんかね、なんかいつもの悪魔のとかさより全然地味なんだけど、これめちゃめちゃうまいよね、これね、やりたかった。